ケーナイフン、どこ？フォフォ、しっかり私についてきて。フォフォ、まずい、フォフォまでいなくなってる。これは鏡？不気味な感じがする。いや、こちらに、お姉さんのところに来なさい。あのクグツハンガン、こんな気色悪いこと言うタイプだったか。他の鏡を調べてみよう。本当に役立たずですね。出口はここです。早くこちらに来なさい。節医様は少し冷たいけど、私にひどいことを言ったりしない。これは節医様っていうより尻尾に似てるね。中言は耳に逆らうってやつだ。他の鏡も調べよう。水炎の状況はどんどん悪くなっています。なぜまだ出てこないのですか？もしかして中で何かあったのですか？この鏡の向こうにいるのは本物の節医様みたい。本物の？つまり元凶の中には偽物がいるということですか？なるほど。恐れる必要はありません。フォフォは私のことをよく知っていますから、本物か偽物かの区別もつくでしょう。でももし私に見分けられなかったら。今は自分を信じるしかありません。
さあ、フォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。私たちは二人とも獣王子の半顔、当然同僚でしょう。私たちをここに閉じ込めた西洋は、節衣様とカンア様が双子の姉妹だって知らないんだ。彼女の尻尾には強大な西洋が宿っている。あれは私が夢にまで見た力です。どんなに時間が経っても尻尾はモテモテだね。お前は黙ってろ。じゃあ私たちは。さあフォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンアは私の妹ですが、これだけでは真偽を確かめられないでしょう。他の質問に変えてください。獣王が勅を奉する。メーサ・フォフォは芸に精通しており、誠に勤勉である。資質具足のため用務に当たるにふさわしい。したがって即日半顔に抜擢する。抜擢の公文書を今でも覚えています。うん、間違いない。この鏡の向こうにいるのはきっと本物の節衣様だ。じゃあ私たちは。でも、さあフォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンア、それは誰ですか？ことにして。きっと人には言えない秘密があるのでしょう。別にコネで入ったわけじゃないもん。じゃあ私たちは。さあフォフォ、鏡を通って私。ちょっと待ってくれ。じゃあ。また鏡か、気になれな。尻尾見て。私たちこの元凶の端っこまで来ちゃったみたい。ここにある鏡で最後かな。こちらへ。まずは私についての質問をしてみよう。罪人を逮捕する判官として、臆病な性格は職務怠慢に等しい。あなたたちが元凶から離れた後、私が厳しくしつけましょう。あれ、今の話し方なんだか節衣様っぽくない。バカな、偽物に決まってんだろ。この任務が終わったら彼女の尻尾も回収して沈服するつもりです。ふん、この偽物が。待ってやがれ。ここから出たら真っ先にお前をとっちめてやる。
ちは。フォフォ、早くこちらへ。まずは。彼女の慎重な性格は、獣王子の半眼にふさわしい素養と言えるでしょう。臆病を慎重なんて言って褒めるやつは初めてだぜ。気色悪くて吐きそうだ。両元の最も強い断片、長い年月が経っているというのにこれほどの実力があるとは驚きました。は、今の一言でお前の目的が分かったぜ。じゃあ私たちは。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。まずは私についての質問をしてみよう。今夜の行動が終わればフォフォは免職になるでしょう。彼女に獣王子の仕事は向いていません。退職届は出さなくていいんだ。バカか、嘘に決まってんだろ。たかが妖魔、私に食われるのが筋ですね。ほーら、尻尾を出しやが。じゃあ、私たちは見分ける能力には自信ないけど、この三つの鏡の中に本物は一つもなかった。どの鏡の中の節衣様も私の知ってる節衣様じゃなかった。あの傀儡判官は俺様を買いかぶったことも油断したこともねえしな。それに節衣様とは長い付き合いで、彼女は私が臆病だってことを知ってるけど、私を厳しく叱ったことなんて一度もなかった。獣王子は気にしてねえのに、お前が勝手に気にしてるだけじゃねえか。俺様の足手まといにならない限り、お前が臆病だろうがなんだろうが俺様も気にしねえけどな。しっぽー、なあ、何しやがる小娘、あっち行け。ほら、褒められたぞ。で、これからどうする？元凶は私たちを足止めしようとしてる。でも際限なく自分の境界を隠せるわけじゃない。だからここには四つ目の鏡があると思うの。あそこの浮遊島の上に鏡があるみたい。ちょっと遠いけど。ったく、しっかりしろ。泣き虫が本当にこの道を通れるとはな。こんだけの年月が経ってようやく成長したってことか。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。後戻りはしたくないけど、まずは私についての質問をしてみよう。人にはそれぞれの気質がある。半眼になることは従軍することとは違い、単に熱意や勇気だけが求められるわけではありません。
フォフォを半眼に抜擢したのは獣王ですから、きっとそれなりの真意があるのでしょう。あの化け物ども、一体こんな泣き虫のどこが気に入ったんだか。行こう、この鏡で間違いない。私たち、スイエンに戻れたんだよね。無事に戻れて何よりです。どうやら獣王子の今日の運勢は悪くないようですね。摂理様、無事でよかった。ここに来るまでの間、何か問題はありませんでしたか？さすがハンガン様、警戒心が強い。事情は分かりましたが、今はフエンの心配をしている場合ではありません。スイエンはさらに強力な作用によって元凶に引きずり込まれ、沈黙に向かったメイサたちとも連絡が取れなくなりました。フォフォ、もし私とカンアでその妖魔を抑えることができなければ、その役目はあなたが負うことになります。じゃないし、戦う時は隣で震えてることしかできないし。そんな風に自分を卑下しないでください。西洋は別の西洋に憑依された肉体を奪うことはできない。これは半眼としてあなたの絶対的に有利な点です。そうですね。ただフォフォは長年訓練を積んでいるので、あなたよりも西洋に対する心得があります。ですからあなたたちがこのタイミングで無事に戻ってきたことに対して、獣王子の運勢は悪くないと言ったのです。聞いたか、泣き虫、しっかりしろ。今ここにいる獣王子の連中の中にお前よりできる奴はいねえ。西洋は獰猛ではありますが、血肉への渇望から逃れることはできません。だというのにあなたは今まで妖魔を抑え続け、正気を保ちながら38年間獣王に仕えてきました。あなたはすでに立派な半眼、もっと自分に自信を持ってください。この点においてはどの半眼もあなたには及びません。妖魔を抑える、私は尻尾を抑えられてません。私と尻尾はどちらかというと友達かな。食料なんかと友達になるわけねえだろ。尻尾、私たちみたいな小さな断片にはもう両元の力なんて残ってない。小娘に簡単に制圧されてもおかしくないんだから、もう強がるのはやめたら。お前は黙ってろ。剣炎は強いですが、あれをいくつかの断片に分裂させることができれば沈黙も可能かもしれません。いい算段だね、半眼様。せっかく盛り上がってきたことだし、私も策を出してあげる。まずは広い場所に移動しよう。例えばあそこの円楽亭とか。行きましょう。
ちも大西洋両元と将軍が激戦を繰り広げた話は聞いたことがあると思うけど、その両元は多くの西洋が一つに融合した存在なの。でも私たち西洋はそれぞれが憑依していた宿主の感情と欲望に染まってる。だから互いに嫌悪して誰とも融合したいとは思わない。まるで一人の頭の中に複数の人格があって常に喧嘩してるみたいにね。例えば両元とか、私たちが倒そうとしてる敬遠とか、強い西洋なら弱い西洋を飲み込んで一時的に屈服させることはできるかもしれない。でもその均衡は外部からの刺激によって簡単に崩れてしまう。将軍と戦って私たちに分裂した両元みたいにね。つまり敬遠の崩壊を誘発させる。この方法ならいけるかもしれません。敬遠が分裂して力が弱まった隙に獣王氏が放棄で断片たちを一つずつ封印すればいい。ですがあなたはなぜ同族を裏切るのですか。私たち泉州に手を貸す理由はないと思いますが。理由？西洋が動くのに理由なんている？もしかしたら自分が敬遠に飲み込まれたくないからかもしれない。力技しか使えないあのデカブツが気に食わないからかもしれない。ただ将軍と戦ってみたいからかもしれない。あるいは獣王氏と私を見逃す約束を交わしたいからかもしれないね。獣王氏の半眼たるもの、果たせない約束はしません。それで目の前の危機を解決できるなら、獣王にあなたを自由にするよう進言しましょう。ただその後の結果は保証できませんが。はあ、半眼様は本当に頭が固いんだから。分かった、今日のところは私が身銭を切って先払いしておく。その代わり約束はちゃんと守ってね、クグツさん。私と敬遠は一緒に航路に閉じ込められてた獄囚仲間だから、お互いのことをよく知ってるの。あいつは力こそ強いけど精神年齢は子供より幼くて、ひたすら勝負に執着してる。私ならたったの見事で奴を自滅させられるよ。じゃあもう少しお前の体を借りるね。私と勝負してみない？お前は不縁？小物のくせに俺に挑むつもりか？俺はすでにこの縁輪を陣地にし
獣王種の犬どもを傀儡にした。将軍さえ来ればすぐにでもあの戦いを再開できる。そんな時になぜ同族で争わなければならない。お前が操る烏合の衆に何ができるの？雑魚がいくら集まったところで一撃で消されるに決まってるじゃない。でも私は違う。私は偶然にも素晴らしい駒を手に入れた。あの元老を追い払った素晴らしい駒を。元老、思い出した、思い出したぞ。それほどの素晴らしい駒なら俺も欲しい。お前が操る名鎖で私のところに来なさい。私が憑依している七死人を倒せたら、私は甘んじてお前に飲み込まれ、将軍との戦いで力を貸してあげる。どう？よし、決めた。俺も俺の駒たちも今すぐお前を探しに行く。ちょろい。チェン、ケーンの話から察するに、外の名鎖たちは全滅ってことか。役に立たねえな。つまりこれから仲間たちと戦うことになるの？クグツにも思いやりの心があるの？お前たち、あのケーンに勝ちたくないみたいだね。太陽から見たらこんなの単なる取引なのに。同族だろうと仲間だろうと、勝利さえ手に入るならできないことなんてない。どっちにしろ今から覚悟しておいて。ケーエンの駒、お前たちの同僚と戦うことになるんだから。あなたたち二人に渡したいものがあります。こちらへ来てもらえますか？あなたもフォフォもケイエンと戦う前にこれを受け取ってください。これは構造師が作った宝器、蔵月の瓢箪。獣王師が手を加えたもので、本来は西洋を閉じ込めるために使おうとしていました。ケイエンに操られている名鎖と戦った後、この中に分裂した西洋を封じることを忘れないでください。それから頬は半眼になって日が浅いので、まだ経験と鍛錬を積む必要があります。それと権限に操られている名鎖たちに対してもどうかって。シッポ、これから危険な敵に立ち向かうから、シッポも力になってね。へえ、お前強気なことも言えんじゃねえか。足さえブルブル震えてなきゃ信じるところだったぜ。言わないで、私だって必死に勇気を振り絞ってるんだから。半眼なのに今まで七死人さんの後ろに隠れてばかりで。セツイ様が言ってた、左右に取り憑かれてる人はもう脱射されないって。だから今度は私がみんなを助ける番なの。やれやれ、小娘に空気を入れられて膨らんだ風船にでもなった気分だ。おい、ぼさっとしてないでさっさと行くぞ。フォフォ、からくりの身ではありますが、私も一瞬恐怖を感じました。節衣様も怖いんですか？はい、いとも簡単に命を操る妖魔を前にすると私は怖くなる。もう妹と一緒にいられなくなるのではないかと。
そろそろ行きましょう。今から手分けして権限に取り憑かれた傀儡たちを撃破していきます。あの愚かな西洋が気づく前に、蔵月の氷炭に全ての西洋を閉じ込め鎮圧しなければ。それって処刑大蛇人を使うってことですか？はい、速系大蛇陣の中心で陣を起動しますので、完成したら請求台で落ち合いましょう。わかりました。生きる道になることもあるの。こそこそ。あれが操られてるユーフブベ。俺様は手加減しねえからな。期待すんじゃねえぞ。伊勢はどこに行っちまったんだ。また足手まといに。立ちなさい、チャンスだよ。
ケイエンに操られていたメーサたちは私が倒しました。あまり傷つけないように倒すというのはなかなか面倒ですね。あなたたちの方はどうでしたか？はい、ケイエンの断片はほとんど閉じ込められました。なら、あとは蔵月の瓢箪の中にある断片を速形大蛇人に沈伏するだけですね。ケイエンの力は剥ぎ取りましたので、もう水炎の諸々に影響を与えることもないはずです。この瓢箪、綺麗。もしかして、先週のお宝？ケナイフンさん、気をつけて。陣に近寄りすぎるとめまいがするかもしれないから。平気平気。私こんなに近くで獣王子の大魔道具を見るの初めてなんだよね。フォフォ、その女を近づけるな。その程度、逆風に負けないで天を突く。槍先に火を、炎のエリを断ち切れ。素晴らしい時はやがて過ぎ、さようなら。吸収しました。こちらの体力が尽きるまで戦ったとしても私たちに勝ち目はないでしょう。
勝ち目がないとは限らないぜ。サイオは融合した時に均衡が崩れやすくなる。これは奴が言ったことだ。どうすりゃいいか分かるよな、フォフォ。でも…ビビってんのか。俺様がいなくなれば、お前は夢の生活ができるようになるんだろう。とどまる。この一矢で十分。ダンス戦闘準備。落ち着いて。素晴らしいと。さようなら。お前出ていけったら。ウエン、俺様も吸収してみたらどうだ。狂ったの。なぜ人間の側に立つ。なぜ理由が必要なのか。そうだな、強いて言えばお前みてえな小賢しい真似しかできない奴が気に食わねえだけだ。私が守る。疾風のごとき。素晴らしいとき。さようなら。これはどうだ。風が吹き、運営はこの一矢で十分。一体どうなったのか話を聞いてみよう。
Thank you.